皆さんこんにちは、改造車ジャーナリスト通知パフォーマンスです。今回はボンドショップ浦和でカスタマイズさせていただいた車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのは高橋店長です。はい、よろしくお願いします。お願いします。今回紹介する車がこちら。はい、やってきました GLE63 クーペ、はい、クーペの方ですね。クーペの方です。 SUV もありますけども、はい、今回はクーペということ で、はい、で今回お客様についてちょっと触れたいんですけども、はい、なんかあのメルセデス上級車ということで。上級車ですねなんか聞いたらこのクーペの前に SUV の方も、はい、乗られてたと。 SUV の63も乗ってましたし、 SUV の400も乗ってましたGLE 全部 GLE じゃあ3代目。3代目っすね。でしかも他にもなんかメルセデスを、はい、ゲレンデも63、350、63、今63です。乗りすぎです、はいはい、ということでもう超メルセデス上級者のお客様のお車ということで、はい、今回これをカスタマイズさせていただいたと。で今回はもう本当にシンプル仕上げなんですよね。そうですね。時々そういう車をご紹介させていただきますけども、この辺の役付きのモデルってローダウンとタイヤホイールだけでめちゃくちゃかっこよくなるんだなっていうのをもう再確認する車になってますので、はいはい、順番にご紹介させていただきたいと思います、はい、でとは言ってもちょっとはやってあるんですよね。そうですね。どの辺を、まあ、グリルとかは触ってないです。あ、ここはノータッチなんですね、はい、メッキは残してます。なるほど、はい、でこの下回りシルバーの部分っていうのかな。ここってこと。ここっす。ここっす。とあとここ。あ、こっちもなんだ、はい、ここってメッキ。メッキじゃないです。マットのシルバー。マットシルバーみたいな。あ、そうなんだ。なるほど。じゃあマットのシルバーのところだけこのマットのブラック。そうですね。って言っても半ツヤぐらいになってるのかな。サテンですね。サテンブラックにしてその辺のちょっと目立つところを消し込んでやってると、はい、だから本当に分からないぐらい、ね、僕も聞くまでどこがやってあってどこが純正なのか、はい、最近あの純正でも黒いパッケージとかあったりしますから、ね、ありますね。本当に絶妙にここだけニュアンスを変えてると。あとナンバーベースも塗ってますよ。あ、これ塗ってるんだ。確かにここってザラザラでしかも面積が大きいんで、これ塗ってないとすっごい分かんなんですよね、後からつけた。そうです。というわけで今回は塗ってこの辺の一体感も出してと。これ同色に塗ってるんですよね。同色ですね。ボディ同色の、はい、こちらの感じに仕上げてあります。そして前回りはこんな感じですか。フロントはこれだけですね。本当に手数少なくもうニュアンスをちょっと変えるだけ、はい、もうあの詳しい人が見ても分かるか分からないかぐらいのさじ加減でフロント前ちょっといじったと。そして早速足元行っていいでしょうか。はい、今回はめたホイールがこちらでございます。はい、あの新しいなんとこちらに AL3D のこのディッシュのホイール、はい、C00R というこちらの単造のディッシュのホイールをはめてると、はい、これ新しいですね。新しいですよね。最近ディッシュめちゃめちゃ増殖して。そうなんですよ、まあ、いろんな車、もう極端なこと言うと名古屋店でもフェラーリに履かしたりとかもしてますけど、 GLE のクーペは結構初じゃないかな。初だと思います。でボンドグループでもこのデザインっていうのはまだ多分見てないかなと思うんですよね。を今回こんな珍しい組み合わせではめてると、はい、でこれフィニッシュ的にはもうグロスブラックです。もう全部のこのツヤありで塗ってると。このボディ同色とかじゃないんですよね。じゃないです。グロスのブラックで全部塗ってると、はい、これいいっすね。ディッシュホイールってなんか最近進化がすごくない。そうなんですよ。いろんなパターンありますからね。なんか昔だとちょっとやぼったいというか、なんか純正チックな感じ多かったですけど、最近本当にデザインが進化して、これよく見るとここ一段段がついてここがへっこんでるんですよね。だからあのエアロディスクとなんかディッシュをこう組み合わせたみたいな。あ、確かに確かに確かに。感じのちょっとレーシーさもある感じの。そうなんですよね。ディッシュのホイールになってると、はい、そしてここに AL13 のロゴがこれ彫ってありますよね。はい、はい、で今回注目なのはなんとセンターキャップがフローティングタイプということで、はいはい、なんとこれ回らないタイプですよ、ね、回らないタイプ。ロールスロイスで定番のやつ、はい、これ AL13 だとこれ今回ロゴでやってありますけど、いろんなのができるという。そうですね。ロールスとかベントレーとか。オリジナルのなんかロゴもなんかお時間いただければ制作もできるということで、はい、今回この AL13 のこちらのキャップになっていると、はい、そしてこれサイズ的には今回23インチ、はい、で今なんか話を聞いたら24も入っちゃう。24も入っちゃいますね。ただその辺バランスとタイヤもあんまり薄くしたくなかったので、はい、23で、まあ、絶妙な厚みのあるタイヤ、はい、確かに薄くしすぎるとホイール目立ってかっこいいんですけど、ちょっとあのペラペラ感が。そうなんですよね。あと車高がすごく重要になってくるかなと。そうなんですよ。本当にベタベタにしないとなんかこう辻褄が合わなくなっちゃうということで、今回あのもう何台も乗られてるお客様ですから、もう日常使いもできるこの23インチで収める。でも23でもだいぶでかいですけどね。でかいんですよ。で大きく見えるデザインなんで。確かに
これを24にしちゃうともう本当にホイールで走ってるみたいなそういうミニカーとかありますけどね、はい、というわけで今回23、純正22ですよね。22です。というわけで1インチアップの23インチ、そして車高だいぶ低いです、はい、今回これはロアリングロッドで落としてます。純正の基準値ずらす部品で下げてると、はいはい、でロアリング結構一部界隈では大丈夫みたいな話もあるらしいですよ、うん、車によって、いやその仕組み的に純正の基準値ずらすんで、はいはいはい、ちょっと車に良くないんじゃないのとかっていう声も一部ではあるらしいんですけど、はい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 、それっていうのはちゃんとマッチングが取れてちゃんとした調整ができてれば問題ないんですよね。そうですね。これだ極端に下げちゃうとおかしいことになっちゃうんで、だからつけちゃいけない車につけてたりだとか、うん、調整値をなんか極端なことすると、そうですね、結局車がその読み込む車高がおかしくなっちゃうんで、その車の動きがおかしくなっちゃったりもしますけど、ちゃんとそのマッチングが取れててきちんとした調整ができてれば問題ないと、はい、だから純正の機能も全部使えるんですよね。使えます。上げたり下げたりなんかもこんな感じの、はい、かなりいい感じになってますね、はいはい、そしてあと横は、横はこの下塗ってますね。あ、これ塗ってるんだ。これ絞取りして同色に塗ってます。あれ元々ザラザラ？ザラザラっす。え、だいぶ嫌だねそれ。そうそうなんですよというわけでこの辺が、はい、で絞取りも大変なんだよね。大変なんですよね。なんか機械で磨くと簡単だけど、脂肪を取るの簡単だけど、そうするとあんまりこう勢いよくやるとなんかプラスチックだから溶けちゃうとかって言って、うん、だから本当に丁寧に磨かないとこの脂肪が取れない。で今回全部ここと、ここも全部一体ですもんね。そうです。で、はい、ここだけ踏み台の部分はサテンブラックで塗ってます。あ、これ塗装なんだ。そうです、そうです。これゴムとかは全部外してんのかな。一回これ全部一回バラバラにして塗ってる感じですね。あ、そうなんだ。めっちゃ大変だね。大変なんですよね。もうめちゃめちゃさりげないですけども、はい、まあ、一見なんか純正のブラックエクステリアパッケージ出たのみたいな感じですけど、そのぐらいの感じがいいですよね。絶妙なニュアンスでこの辺が塗ってあります、はい、あとは本当にノーマルですよね。あとは、あ、モール、え、いろいろやってあんの。モールもわからない。クロスブラックであ、これも後からなんだ。これラッピング、これラッピングなんだ、はい、窓枠が一周ラッピングしてあると。分かりません。ここも同色で、ね、ここは分かります。ここは定番のメッキですもんね、はいはい、ここもちゃんと消し込んであると、はい、で横のスタイリングがかなり良くなってると、はい、クーペやっぱかっこいいですね。かっこいいですよね。車高下がると余計になんか大きいセダンみたいな、なんかすごいこうインパクトがある。そしてこの今回タイヤホイールなんで今までにない感じのシルエットになってますけど、そして後ろは前より全然太くなってタイヤが335ということで、はい、コンケーブも少ししてるんですかね。してますね。だいぶすり鉢状になってます。結構入っててます、ね、はい、ここから一段グッと入ってさらにこうナチュラルに入っていってるんで、はい、結構な逆反りデザインになってる、はい、で同じようにフローティングタイプのセンターキャップがついてる。これだからフィニッシュいろいろ変えたりとかしても面白いのかなと。そうですね。なんかポリッシュにしたりだとかブラッシュ取りにしたりだとか、まあ、その辺もいろいろやりようがあるかなと、はい、であとなんかフローティングじゃないタイプもあるんですよね。あります、あります。通常の、まあ、3D センターキャップとか普通のキャップとかボルトホールが出るタイプもあると思いますね、はい、車の仕上げ方なんかで選んでいただいてもいいのかなと、はい、であと後ろも分かりましたよこの流れでいくと、はい、嘘です、分からなかったです。後ろも脂肪塗ってます。後ろが一番範囲でっかいんですよ。あ、ここ全部脂肪なんだっけ。ここ全部脂肪です。言われないと分からない、はい、というわけでここ全部脂肪だったのを全部同色ですよね。同色です。ボディ同色に塗ってると、はい、でこっちもでしょ。じゃあここも、マットシルバーだったんで、ここマットシルバーなんだ。 で塗ってると。で今回あえてこうメッキのパーツ、エンブレムだったりだとか、そうです、はい、あとマフラーの型だったりとかっていうのはあえて塗ってないと、はい、だから余計わからないです、はい、というわけでもう絶妙にニュアンスだけ変えて、まあ、エクステリアのペイントがされてると、こんな感じになっております。じゃあ最後になりますけども、はい、今回過去一どこ触ってるのか分かんなかったです真っ黒ですからね。めちゃくちゃ絶妙なニュアンスで、はい、だからこれって結構タイヤホイール変えなくてもちょっとニュアンスだけ変えたいんだよなっていう人なんかにもめちゃくちゃおすすめだなと思います。そうですね。本当に結構純正のホイールでも、まあ、合うと思います。確かに、はい、純正ホイールちょっとペイントなんていうのもいいと思いますし、はい、純正ホイールのまんまちょっとそのエクステリアのシルバーだったりとかその辺減らすだけでも結構ニュアンス変わってくるんだな。そうですね。だ本当になんか純正の限定車とかパッケージの車みたいなそんな仕上げ方っていうのはすごいこういろんな層にも乗れて大人な感じもありますし、まあ、非常におすすめなんじゃないかなと思います。その辺ご相談いただければ、はい、裏電でいろいろできると思いますのでお気軽にご相談ください、はい、というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録と各種 SNS のフォローもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。